小型軽量で高発力、つまり掴む力が大きいグリッパーの紹介です。この商品にはどのような特徴がありますか？大きく3つの特徴があります。優れた弾力重量、優れた弾力体積、1000万回メンテナンスフリーです。ではどのような効果がありますか？小さな体で力持ちという特徴により、サイクルタイム短縮による生産性の向上、干渉範囲の低減、ワーク搬送駆動力の低減が可能となります。そして1000万回メンテナンスフリーですので、装置点検、保守コストの低減が可能となります。どのような商品がありますか？こちらのグリッパーは約1000ニュートンの弾力で、従来品に比べ 65% の体積減が可能になります。このサイズでそんなに力持ちなんですか？すごいですね。こちらのロングストロークグリッパーは弾力約500ニュートン、ストロークは80ミリで、従来品に比べ 60% もストロークが長くできます。これは力持ちで、さらにストロークも長いんですね。グリッパーや爪の交換なしで一つのグリッパーに対応できる、ワークの大きさの範囲も広がりますね。その他にも小型のロングストロークグリッパー、水爪グリッパー、アングルグリッパーなどがあります。このシステムはどのようなものなのですか？こちらは当社が扱うグリッパー、スイベルユニット、ツールチェンジャーを組み合わせたワークのピックアンドプレス動作を行うデモ機です。どのような動きをするんですか？クランクシャフトを模したワークを2種類のツールで交互に搬送します。ツールの交換はツールチェンジャーで自動で行います。自動で交換するんですか？すごいですね。ワークはスイベルユニットによって90度回転させ、ワークの搬送先に置かれます。こちらの小さい方のツールに取り付けられたグリッパーは、ワークを保持したまま90度回転することができます。すごいユニークなグリッパーですね。それでは一連の動作をご覧ください。